こっちの方が素敵っていう人も絶対いらっしゃると思うんですよね、はい、うん、そこにその加えたい情報を違うトーンの色合いにすることでまた変わるのか、うん、ものを感じるわみたいなものを感じてもらえるかの方が、うん、いいかなとかって言って今になっていらない、うん、で、ここもそのそれ問い合わせが結構あったりして、これは別に問題なく飲めるっていうのをまとめに書いた方がいいですね。スペースもまあ含まれると思うけど、で、まあそういったことも少しは最初に言うかって、まあ個人のことだとか、うんうん、まあ、加えたい情報が、まあ、運転だったら、まあ、毎日に調整できるようにするためにも、ありがとうございました。